ダグデドは倒さず封印する。はい、どうもニヤニーです。本日は、王様戦隊キングオージャーの方のニヤニーのワットをやっていこうかなと思います。今週もたくさんのコメント本当にありがとうございました。今日もですね、時間が許す限り、面白いコメントをね、ピックアップしておりますので、ご紹介させていただけたらなと思いますので、早速本題の方に入っていきましょう。チャンネル登録するま。さくらもりこさんからのコメント。倒しても復活してしまうダグデド、例えばこれが己をコピーする能力なら、いつしかコピーエラーが起きてもおかしくないと思います。生物の進化は遺伝子のコピーミスからとも言われています。 DNA が傷つくとコピーする際に異変が起きる。逆にこのエラーが元で病気を引き起こすこともあります。完璧な存在であるダグデドは、この己を何度も作り出すコピーを繰り返すことで気づかないうちに弱体化しているとも考えられますし、逆にダグデドによって傷つけられてきた地球の人がその歴史によって進化をしていたという流れにもできると思います。コピーではなく再生能力がズバ抜けているなら、思いつくのが悠々白書でのクラマとトグロ兄の戦いです。クラマは驚異の再生力で不死身のトグロ兄に勝つために、邪念樹という死ぬまで取りつかれて離さないという植物を使って、永遠に幻影の中に閉じ込めるという手法を使いました。この手をダグデドに当てはめれば、例えば名前だけしか出てきていない豆腐のアリ地獄の中に閉じ込めて、永遠にダグデドのパワーを土を耕す動力に変える、とそもそも倒せないダグデドを無理に倒すのではなく封印するとかという方法の方が可能性はあるのではないでしょうか。全員での変身、誰がセンターでもかっこいいですが、やはりハスティ兄弟に立ってほしい。己の無力さを嘆いていたラクレスですが、誰よりも最前線で戦っていたのは彼なのですから、堂々と真ん中にいてほしいですね。いやー、出てきましたね、アリ地獄。第1章と第2章の間のこのね、空白の2年の間に起きた事件の一つですよね、これも。で、ここでですね、一応ヤンマが使ってた天上天下唯我独尊っていうのが、まあ、本編内で、まあ、どんなものだったのかっていうのがね、回収済みでもあるので、この豆腐のねアリ地獄であったりとか、イシャバーナのなんかすごい花火っていうのもね、残りますね、少ないんですけれども、まあしっかりね入れてくるんじゃないかなと思うので、まあそういった形でですね、ダグデドを土の中に、封印するっていう形でですね、このアリ地獄が活躍してくれるといいですよね。まあそうなれば次、まあ、イシャバーナでね、開発されたあのすっごい花火っていうのが、まあ、どんな回収のされ方をするのか、はたまたリタの自分が勝手にあの牢獄にね入ったっていうのも、あれも何かしらの伏線だったのかもしれないので、まあ、それがどういう形でね回収されてくるのかっていうのも楽しみの一つになってくるんじゃないでしょうか。はい、ではね、次のコメントいきましょう。アイム KK さんからのコメント。王の証には危険な力が封印されていた。シュゴタム、イシャバーナは王家の血筋が受け継がれていて、豆腐とゴッカンは先代の王よりリタとカクラギが受け継いで、バグナラクはジェラミーが親から受け継いでいたとして、先代の王が逃げ出したンコソパのヤンマ総長は誰から受け継いでいるんだ。先代が王の証を置いて逃げ出していたのか、それともあの銀ちゃんが実は先代でヤンマに託したのか。そもそも王の証の秘密は代々伝えられていたのか、コーカサスカブト城の壁画とかに残されていたのを解読して判明したとかなのか。いや、これね、言われてみれば確かにって感じですよね。まあね、この中でも言ってくれているシュゴッタム、イシャバーナ、豆腐、ゴッカンっていうのは、この王の証っていうのを受け継いだ、受け継がれたとは思うんですけれども、ンコソパに関しては王様はね逃げたと言われているので、まあ、このンコソパの王の証っていうのが、あの耳につけてるやつでいいんかな、まあ、あれをどうやってヤンマは見つけたのかってところがちょっとね気になってはきますし、もちろんね次回あたりその辺は回収されてくるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、ここの真実が、まあ、どんな形になるのか、そして、逃げたとされているンコソパの先代の王様というのが、まあ、どんな人なのかというのもね、次回あたりこれ見えてくるんじゃないかなと思うんですよね。っていうのもですね、この東映の方のホームページとか見ててもヤンマの画像がやたらと多いわけなんですよね。次回別にね、ヤンマにスポットを当てられた話っぽくはないけど、画像を見る限りあのヤンマがねメイン回なのかなっていうふうに思う部分もあったりするので、なのでまあ次回あたりその辺はね回収されてくるんじゃないかなというふうに思います。なので
ウコソパの先代の逃げた王様がどんな人なのか、今どこで何をしているのかというのもね、注目のポイントではないでしょうか。はい、ではね、次のコメントいきましょう。秀夫双葉さんからのコメント。神楽殿の俳優さんである郭宗さんが現在33歳で、ご自身が以前非公式に自分より少し年上の設定で演じている、また X では37話を20歳ぐらいですかねと投稿していたので、神楽殿は37歳前後と思いながら視聴しています。今回は面白さ優先で10歳の神楽をご自身に演じてもらっている、いわゆるおふざけかと。これに関してなんですけれども、まあ昨日キングオージャーのね、公式の X の方でおそらくミスではあると思うんですけれども、こんな投稿がアップされておりました。43話のオフショット、王様と幼い王様たちのオフショットということでね、挙げられたやつなんですけれども、ちょっとね、次見てほしいんですけど、カグラギだけ成長した姿でしたが、年齢はちゃんと17年前になっています。恐るべし豆腐の成長速度というふうに書かれているので、なのでこうなってくると、まあ、あの時ね、この姿は10歳の自分の姿に戻っているみたいなふうに言っていたので、このカグラギの年齢が27歳になるわけなんですよね。まあそうなれば、まあ、リタと同い年っていう形にもなってきますし、そうするとですね、この色気の乱の際に描かれたカグラギというのが10歳ということになるんですよね。まあ確かに、まあ今回ね、10歳の姿のカグラギとこの色気の乱の過去回想でのカグラギというのが、まあ見た目がね同じなので、まあ10歳は10歳という形で、まあまあ合うっちゃ合うんですけれども、なんかちょっとね、気持ち悪さは残りますよね。で、まあ、この投稿のね、リップとかを見ていても、その違和感にこう気づいている人たちが結構いて、これってなんか間違ってませんかみたいな風に書いてるんですけども、公式から別に訂正が上がるわけでもなく、何もないので、これが間違いじゃないのであれば、まあ、カグラギというのは現在27歳になるわけなんですよね。でもこれね、一つだけ絶対おかしいっていうのがやっぱジェラミーなんですよね。ジェラミーが17年前って絶対この姿ではないんですよね。なので、まあ、おそらく17年前の姿ではなくて10歳の姿が正しいんじゃないかなと僕は思っております。はい、ではね、次のコメントいきましょう。ターヤさんからのコメント。ハスティ兄弟が DNA 鑑定で兄弟だったのは、母親置き先が生みの親なので、よほどのことがない限りは遺伝子の母親も置き先になるはず。父親突然身ごもったとはいえ、ダグデドが父親側の遺伝子データとして考察王を参照しており、遺伝上の父親になる可能性はある的な感じだと思います。また突然身ごもったと言っているので、あの時点では本来2人目が授かる予定はない、おは授かれないのではないかと思います。もしかしたらダグデドの介入が死因だったのではなく、オキサキが2人目の妊娠から出産に耐えれない体だったから亡くなってしまったのが真相かもしれません。母校こそ崩御したが、王子が無事に生まれたのは奇跡って意味で奇跡の子だったりして、かっこ仮にそうならオキサキやギラをイシャバーナ前王夫婦が診察しており、何かを知っているためグローディーにプッチされてしまった可能性すらあり得る。また小金が赤ちゃんだったのは成人後の姿がネタバレだったかもしれません。個人的にはデボニカの一族のもので、王族か何かであるブーンを見守っているのではと思いました。ただ成人ブーンが一兵卒なので、十中八九庶民でデボニカの一族が特別に見守る可能性は低そうです。お妃と特殊な役職に就いたり地球に移住したりしたんでしょうか。いやね、前回の話でですね、まあお母さんはラクレスとギラは同じってことが分かって、ああ、それやったら DNA 検査がこうね、合致するのも、まあ、ここでしっかりですね、説明がつくように設定されてきたんかなと思ったんですけれども、お父さんが違えば、おそらくね、DNA 検査でも、まあ、99% であったりとか、高確率の照合というのがなかなか難しいんじゃないかなというふうに思うので、まあ、もしかすると、ダグデドが、ギラーをね、身ごもらせたわけなんですけれども、その父親の遺伝子は、しっかり考察王の遺伝子を組み込んでいたという可能性も、あるのかもしれないですよね。で、最後にですね、まあ小金がね、子供だったのはもちろん気になるわけなんですけれども、ブーンが、まあこの
シュゴッダムの兵士になっていたというのはやっぱりちょっと気になりますよね。なのでブーンの未来の姿はあの人で間違いではないと思うんですけれども、まあゆくゆくはギラであったりとか、まあそのね、ブーンが大人になる頃のシュゴッダムの王様は誰になるのかちょっと分かんないんですけれども、ゆくゆくはですね、あのボシマールであったりとかドゥーガのように側近になってくれるんかなとちょっと僕はね期待しております。はい、ではね次のコメントいきましょう。目玉焼きさんからのコメント。今回コウサソウがギラにレインボージュルリラを食べさせた目的は昆虫生命体に近づけることでした。そこで思ったのは、バグナラクもかつて人間がシュゴッドソウルを食べて昆虫生命体に近づいた存在ということだったのではないでしょうか。その場合ギラもシュゴッドソウルを追加でもう何個か食べたらバグナラクになってしまうのかもしれません。もしかしたらダグデドに対抗するためギラの怪人体が登場するかもしれません。さらには最後の1個を食べてしまえば巨大化して命が尽きてしまうという中で、周りの反応で押し切ってギラがシュゴッドソウルを食べてしまい命を落とすなんていう展開になる可能性もありますね。もう一つ浮かんできたちょっと怖い説が、バグナラクは2000年前に特定の人間を昆虫生命体に近づけることでダグデドに対抗するためにいわば人体実験的に生み出された存在の可能性もありえませんかね。本来は道具として利用するつもりだったが、あるところで反逆を起こしてしまい、そこで起こったのが人類とバグナラクの戦いという悲しい歴史があったのかもしれません。いやー、この最後のちょっと怖い説面白いですよね。まあでもこれがもしあのね、デズナラクを倒す時とかに、真実として判明していれば、あのめちゃくちゃ面白かったかもしれないんですけれども、この最終盤でこんなちょっとね怖い、胸クソがちょっと悪いじゃないですか、こういう展開って。それをこうどんどん回復させていって綺麗にまとめるとかならわかるんですけれども、この最終盤でちょっと胸クソ悪い展開を持ってきて、それをすっきり最後にこうね綺麗にできるのかってところもあったりもするので、これがもしね中盤で起こっていればめちゃくちゃ面白かったのかもしれないですけれども、これね、終盤で分かってくる話としてはちょっと、バッドエンドっぽい展開になりそうな感じがあるので、面白いけどちょっとなんかありそうやけど、ちょっと今のこの状況では厳しいんじゃないかなと個人的には思っております。いやこれね、もしあったとするならば中盤ぐらいで見たかったです。高評価を押しまふということでですね、今日はねこの辺で終わっておきましょうか。で、まだこちらのね動画を見ていない方はぜひこの後にでも見ていただければなと思うんですけれども、今年からですねニヤニヤベストコメンター賞というのをねちょっとねやろうかなというふうに考えておりまして、この、ニヤニヤチャンネルで、行われております、週末にねやってるこのコーナー、ニヤニーのワットというねコーナーがあるわけなんですけれども、これねやっぱり毎週毎週皆さんからいただくコメントの中から面白いコメントをピックアップしてるわけなんですけれども、もう本当にね僕以上に面白い考察であったりコメントをしてくれてる方ってたくさんいるし、このニヤニヤチャンネルが盛り上がっている、まあ、要因の一つでもあるとは思うので、まあ、何かしら僕もね還元したいなというふうには思っておりますし、皆さんに還元するのはなかなか難しいかなというふうには思うので、1年を通してより僕がピックアップした方にお礼として何か、差し上げれたらなというふうには思っておりますので、今回のね、この新年一発目になるかな、このニヤニヤは2回目かな、まあ今回からではあるんですけれども、概要欄の方に今回ね発表させていただいた方の URL を載せさせていただきまして、まあ、1年後に集計を取って、年間で一番多かった方、ベストコメンター賞に受賞された方にはですね、何かね気の利いたものをプレゼントさせていただけたらなというふうには思っておりますし、まあ1名だけではなくて、銀賞であったりとか、僕がね、あの独断と偏見で選ぶ、モストバリアブルコメント、MVC みたいなのね、ちょっとね、考えていこうかなと思っておりますので、まあ、これはちょっとね、パッと思いつきで全然喋っているので、これをちょっと作り込んで、なるべくたくさんの方にですね、お返しとして何かプレゼントできたらなと考えておりますので、いつもと変わらずコメント等もね、どんどんしていただければなと思いますし、もちろんですね、普段のね、感想など考察会は、
いいねの数で神回かどうか決めているんですが、そのねニヤニーのワットであったりとか予告考察であったりもね、あの高評価押しておいていただければなと思います。ということでですね、今日はねこの辺で終わっておきましょう。また次の動画でお会いいたしましょう。ほな。チャンネル登録と高評価をするマフ、これからはマフンとずっと一緒マフ、もうニヤニヤチャンネルから逃がさないマフ。